佐賀市では観光ぶどう園がオープンしました。今年も美味しく実ったぶどうが楽しめそうです。佐賀市の佐藤観光ぶどう園では秋の味覚ぶどうが旬を迎えるのに合わせて開園式が行われました。今年は春先の高温や7月の大雨で生育が早まったり実が割れたりするなどの影響を受けたものの、光の当て方や水の管理などの生産者の努力で今年も美味しく仕上がっているということです。こちらはピオーネという品種なんですが、ご覧ください。こちら一粒一粒が本当にピンポン玉ぐらいの大きさがあります。山形に来てから私初めてブドウを食べます。もう口の中に入れた瞬間に水分量が本当にとてつもなくて、で甘みが強いんですけども、それと同じぐらい酸味もあって本当にバランスが抜群でとっても美味しいです。佐藤観光ぶどう園では甘みが強く独特の香りが特徴のサニールージュと、実が大きく甘みと酸味のバランスがいいピオーネを楽しむことができ、開園式が終わると早速訪れた人が旬のぶどうを味わっていました。甘かった。今年のぶどうはとっても甘くて美味しかったです。一緒に家族と来たいなと思います。園のぶどうはどれも種なし。賑やかに楽しむ子もいれば、黙々と味わう子も。甘酸っぱいです。一緒に食べれて美味しいね。訪れた人たちは秋の味覚を思い思いに楽しんでいるようでした。毎年楽しみにしていらしてくれるお客さんが実際いるので、そういうお客さんの顔を考えるとちょっと毎年失敗できないなと思いながら考えて頑張ってます。買っては味わえない新鮮な状態でのブドウであったり、外で収穫して食べるので、その辺でやっぱり自然を感じながら楽しんでもらいたいです。佐藤観光ぶどう園では今月末までぶどう狩りを楽しめるということです。うん、まん丸に実ってみんなもぐもぐ美味しそうでした ね、 美味しそうでした。ね、種がないそうなんでね、美味しく食べられそうです。